レッツラゴー。はい。よいしょ。こっから左。まあ一応北道を戻るような流れで高速は乗らないんですよね。おい。うん。下道で戻りましょうと。今日はもうサクッとご飯を食べに来たっていうツーリングなんでね。さあ。はい。マツオジンギスカンが食べられるところなの。あ、マツオジンギスカンのお店があるんですね。へえ。ここも来たいね。ね。うん。マツオジンギスカンはやったら滝川かな。滝川が本店だよね、確かね。あ、そうだった。うん。そうそう。はい。まあ、ということでね、まあ、松尾ジンギスカンはまた今度、お楽しみということで、今回、東流飯店さん、行ってきた。うん。はい、美味しい。美味しかった。うん。私、塩ラーメン。うん。で、羊羹さんが、ジャージャー麺。はい。で、あとはもう二人で餃子とチャーハンを分け合って食べたと。そう。うん。塩ラーメンも優しい感じで美味しかったしさ。美味しかったね。卵チャーハンも超シンプル。卵しか入ってないから、うん、超シンプルなんだけどね、うまかった、あれ。シンプルって美味しいんだな。美味しいよ。優しい味なんだけど、チャーハンなんかラードのベチャベチャしなくていいんだけど、うん、ふわっとこうラードの感じと包まれたね。あれ美味しかった。うん、ちょっとまた違うものを、違う五目チャーハンとか今度また食べに来てみたいもんね。うん、違うメニューをね。うん、ああ、いや、よかったよかった。いや、まあ、もしまたこう北海道ツーリングでさ、うん、それこそ呼び戸って言ったら有名なのが、うん、本州から来る方だとね、キャンプツーリングで、呼び戸浦キャンプ場っていうのが近くにあるんですよ。はいはいはい。うん、今こう逆方向になっちゃったけど、うん、さっきの東流飯店さんの方にずっと行くとめっちゃ混んでん、並んでんじゃん。そう。で、その東流飯店さんの行くと、網走湖。はい。湖見えてきますから。ええ。その湖畔沿いにあるんですけど、ええ。そこをね、利用する方結構多いと思うんですよ。北海道ツーリングの方だよね。うん、もののバイクで本当10分15分の距離ですから、ええ。30分かかりませんから、うん。例えば晩ご飯そこで食べちゃおうとか、お昼そこで食べようとか。いやー、うん、美味しいですよ。ありだと思うけどね。うん、で、なんだろう、ラーメン屋さんとかじゃなくて、うん、ちゃんとした中華料理屋さん、中国料理屋さんって感じだから、結構、しっかりと豚肉とカシューナッツ炒めとか、あったね。そう、すごいしっかりといろんなメニューあるから、うん、うん、バラエティも豊富でありだと思うよ。うん、うん、美味しかった、すごく。また来ましょう。行きましょう。違うメニューを食べに、はい、今度ね、違う味をまたいろいろ食べてみたいです、うん、はい。あ、ということで汗もいっぱいまたご飯食べてかきましたんでね、はい、お水2人してガブ飲みしてきましたけど。そうそうそう、あのポットの水全部飲んじゃうね。ああ、懐かしいね、ポットがあってね、テーブルに。うん、そう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 、魔法瓶なんだよ。そう、昭和の感じのね。うん、うん、扇風機もさ、昭和な感じだな。あったね。そうそうそう。あと土台が四角くてさ。そう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 。懐かしいやつありましたよ。ね、あ、いや、いいお店だったな、うん。落ち着くよ、ああいうとこはね。いい雰囲気だった。うん。よいしょー。はい、ヨカさん。イホロー入ってきましたね。それでは聞いてください。はい、何でしました。トイレ行きたい。なんだよ、そのオリジナルソングは。それで聞いてくださいじゃないんだよ。トイレ行きたいって、どういう訴え方だよ。やばい、止まってるとめちゃくちゃ暑いね。暑い。太もも暑いんだけど。よっしゃ、おだ。レッツゴー。よし、ビフォロ入りますんで、ビフォロはまあ、真っすぐね、普通に抜けて、はい、きますからね。よしよし、北見入ってきましたね。入りましたよ。これ今ちょうど北見でも丹野町の方ですね。いい、うん、暑い。すげー空気の暑さ、これなんだ、やべえ、暑い。お、この軽トラック、あ、ここで曲がるのか。ずっと右ウインカー出てるからどうしたかと思って。
よし、私たちもそろそろ右入るかな。はい。よし。で、このままちょっと行けば右側にドライブイン見えますんで。はい。よし、行きましょう行きましょう。いやー、景色はね、広々してやっぱいいやね。いいですなぁ。若干もやってるけど。そう。これがまさか海外から来てる煙だっつうのすごいよね。別に匂いはしないんだよね、変な。ね、うん、焦げ臭いとかそういうのはないんだけど。なんかほんとただガスかかってるみたいな。ああ、見えてきましたね、あの正面のとこね。来ましたよ。ええ、あそこですね。あそこ入りましょう。はい、使って。ああ、買っちゃる買っちゃる。おじちゃん買って。ああ、買ってやるよ。何もでも買ってやるよ。ああ、食べたいものを言え。こっからここまで。ああ、いいよいいよ。ああ、カード使えますかって。こんなところでカード払いって聞いたことないけど。ドライブインでですかみたいな。よいしょはい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 、はい、段差が砂利と結構ありますから気をつけて。ウィンカー出てますよ。あら、やってやってるでしょ、上りが立ってるもの。暑いから閉めてるじゃない。あは、さあさあさあ、じゃあここら辺に。ああ、いいんじゃないですか。いやーし、いやーこうだな。 OK、 到着。すごい、スコスコ入る。ニュートラスコスコ入る。ウキでは、ソフトクリーム食べましょう。いい、使って。もう買っちゃるって。はい、ソフトクリーム食べて、今ちょうど出発しましたね。生き返った。生き返ったね。生き返った。いやいやいや、お店の前工事してたけど、ちゃんとやってましたね。ね、ちょっと不安に立てたね。そうそうそう、まあ、上りがちゃんと出てましたから、よかったです、やっぱり。お店の人たちもいい人たちばかりで、ね、もうほんと優しくてね、あっちあっち言ってたらさ、もうヘルメットいいよ、ここ置いときなっつって冷房ここにあるからこれ機械っつって、こっちおいでっつって浴びるといいよ風っつってさ、いや申し訳ないすいませんっつって、いいよいいよっつってよっぽどヘトヘトに見えたんだよ。あ、そうじゃないかな。もうソフトクリームとか食べたらさ、あ、これよかったら使いなーっつっておしぼりくれたりとか、うん、いや申し訳ないです何から何までっつって、それはね、もう違うおじさんなんだよね。そう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 、全然違う。そう、食堂側のおじさんがね、うん、そう、あ、よかったらこれ使いなーみたいな感じで、ね、あ、すいませんっつっていい人たちばっかりなんだよ本当にさもう、まあ、よかったらね、ちょっと工事してるから本当やってるか不安になるかもしれんけど、北見近郊の方だったらね、どんどんみんな行ってソフトクリームでもありますから、はい、食べて、くださいと。本当はそこはバニラのバニラが食べれますから。そう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 、バニラで。そうなのよ、懐かしいソフトクリームって感じがしていいんだよね。そうだね。うん、おじちゃんのあのぎこちなさがたまらない。さあ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 、うまくこうやってうねうねできるかなみたいなそれがまたいいね、うん、そうなの、はい、ということでね、もう今日これで北見戻ってきました。はい、はい、で、まあ今日はね、昨日結構走ってヘトヘトになるまで暑くてね、うん、走りましたし、今日もかなり暑くてもうヘトヘトになってきてますし。そうだね、距離そんなに走ってないのに。そう、ほんと 2,3 時間のちょい乗り、お昼ご飯を食べにちょっと行ってきましたぐらいの感じ、で、食後のデザートで今ソフトクリーム食べたと。うん、まあちょい乗りツーリングというか、ちょっとしたバイク乗ってきましたぐらいの感じでしたけど、まあちょっと暑いんでね、さすがにね、うん、2日連続で多分体も結構こたえてると思いますから、まあ今日は軽めということで、終了しようかなと思います。はい、でも久々でしたね、こっちの美幌方向というか、あの目満別方向というか。あー、うん、そうだね、ちょっと久々でしたね、うん、はい、まあ、ということでね、本日はこの辺でね終了しようかなと。どうしたんですか、くしゃみ太郎すいませんね、今のところカットしてますからちゃんと今ちょっとね空白がプッとあったかもしれませんけども、はい、ちょっとくしゃみ出ちゃいましたんでね、ちょっと切らせていただきました。
はい、ということで今日はこの辺で終了したいと思います。はい、はい、本日も最後までご視聴いただきました皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしければまた次回ですね、遊びに来ていただければと思います。はい、それでは皆さん、またね、バイバーイ。またね。あ、信号が赤じゃないのよ。ふうふう、バイバーイ。